はい、こんにちは、ラビットです。皆様いかがお過ごしでしょうか。今日もまたね、新しいゲーム情報を紹介していきたいなと思います。本日の内容はこちら。元祖コーオプゾンビシューター L4D2 に大型アップデートがやってくるということで、これちょっとね、知ってる人にはかなり大きい話だと思うんだけれども、あのレフト4デッドですね、レフト4デッドの2に大型アップデートがやってくるんですよ。これ結構でかいアップデートで、しかもあの新マップとか20種類ぐらい追加されるみたいな、すごい大きいアップデートで、このレフト4デッド2知らない人もね結構いるみたいなんですね。だから紹介しておこうかなと思うんですけれども、 FPS なんですね。一人称視点のゾンビシューターです。で、1から4人ソロでもできるんだけれども、ワールドボー Z みたいな感じですか。ワールドボー Z がこのレフト4デッド2を、変な話、真似して作ったゲームなんですよ。だからその元となっているようなゲームなんですね。だワールドボー Z みたいに4人コーオプまでがマルチでねできるということなんですね。で、キャンペーンモードでは1ストーリー1、ワールドボー Z でいうと1都市ですよね。1都市に5ステージで構成されていて、で結構映画風ななんかねシチュエーションです展開していくという感じなんだけれども、まあそこまでね、ワールドボー Z までそのストーリーがあるとかそういうことはないですね。でもかなり、まあ、シンプルに映画風にまとまっているという感じです。で、2009年にこの L4D2 発売されたんですけれども、290万部以上売り上げて、未だにプレイされている超人気作品ではあるんですね。つうかね、もうすごいコアファンがいて、それがね、すごい、レフト4のコアファンが、レフト4デッド2が売られるときに、レフト4が大好きだから2をなんか不買運動しようみたいな、そんな、なんかね、話も出たぐらい、すごいファンが多いんです。コアな、熱烈なファンが多いゲームで。だワールドボー Z がね、出た時も、この L4D2 とかとかなり比較されて、こんなただのパクリだみたいな、全然 L4D2 には勝てねえみたいな、もう結構ね、すごい叩かれたんだけど、ワールドボー Z。今はそんなことないんだけれども、まあ、そんな感じのね、ゲームで。でもね、未だにね、やってみるとね、確かに面白いんですよ、これ。本当なんか結構面白くって、ワールドボー Z とかである爽快感みたいのがちゃんと爽快なんですよ。もう爽快感があってね、ストレス解消にいいみたいな、そんな感じのゲームとなっております。で、開発はアメリカのバルブソフトウェアというところで、これのレフト4デッドの次回作みたいなのも作ってる作ってないみたいな話になったんだけど、レフト4デッドの続編は出ないということになっておりますね。で、プラットフォームは PC の Steam と Xbox 360、古いんだけど、Xbox One でもできるのかな、ちょっとわかんないんだけど、なんかそんな感じで、まあ、PC がメインとなっております。で、コーオプシューターのまさに先駆け的なねゲーム で、大量のゾンビが襲ってくるっていうのが結構売り で、シンプルな作りなんだけれども、その分ねゲーム自体は軽いんですよ。グラフィックとかもそんなにすごい綺麗じゃないんだけど、別に関係ない、十分みたいな感じで、で値段も安いんですよ、古いゲームだから。で、すごいねプレイするのの敷居が低いみたいな感じで、だただちょっとワールドボー Z とかと比べると、育成キャラの育成要素とかスキルとかそういうカスタマイズ要素はねないんだけれども、まあその分ほんとシンプルでやりやすいみたいな、ただ出てってゾンビ倒してクリアしたらやったみたいな、そんな感じなんですね。で、面白いのがファンメイドの DLC ダウンロードコンテンツとかモッドが面白かったりもして、かなりねこれ有名なんですよ。で、一昔前のゲーム実況者の人たちはもうこぞってこれやってて、でレフト4デッド2でのマルチとかで有名になった人たちとか結構いるんですよ。本当大手の配信者の人たちはね、中にはレフト4デッド2で有名になった、さらにこうボーンって一気に伸びたみたいな人たち結構いるんですよね。だから大手の配信者の人たちがこのレフト4デッド2の大型アップデートにはみんなね注目してて、あと懐かしいっていうのもあるし、またあの時のみんなで集まってみようかみたいな話になったりもするんでね、みんな盛り上がるんじゃないかなと思って、私もそういうの見たい、本当、あの時やってた、あのめちゃくちゃ面白いメンツまた集まったんだみたいな感じで見たいみたいなね感じとなっております。で、大型アップデート、これ、ザ・ラスト・スタンドっていう大型アップデートなんですけれども、これをね、ちょっと紹介したいなと思うんですけれども、まず、公式と有志が基本ね、作ったらしいんですよ。コミュニティの有志のメンバー、ファンがね、集まって作ったアップデートだということで、そこに公式がね、協力してみたいな感じの作りとなってるらしいです。で、9月24日に PC でなんと無料配信と。無料なんですね、このアップデート。さすがというか、有志だなと思うんだけれども、すごいよね、と思って。で、30の新たな実績が追加されると。まあ、実績はね、そんなに私は興味ないんだけれども、まあ、好きな人はね、あるよね、って話で。で、2種類の新ミューテーションが入るそうです。チェーンソーマスカーとかあったかな。なんか、チェーンソー縛りみたいなやつとか、そういうのとか、いろいろ好きみたいです。
で20種類のサバイバルマップ、これが追加されるということだから、まあ、5ステージ1都市みたい、1マップみたいな感じだから、なんだろう、4種類の都市が追加されるみたいな、そんな感じになるのかな、ちょっと分かんないけど多分そういうことだと思うんだけど、もしかしたら20都市で 5ステージだから100マップですよね。変な話100ステージ追加されるってことなんだけど、まあ、それは多分さすがにないとは思うんだけど、で未使用だったボイスラインが追加されるということみたいです。私はこの辺ちょっと分かんない、キャラクターのさっき あのビルとかがね、おじいちゃんとかが喋ってたああいうのとかかもしれないんだけれども、で新たな近接武器が追加されるということみたいです。これは刀とかねあったりして面白いんだ。近接武器かピストル、無限弾無限のピストルをセカンダリーウェポンとして持ってるんだけれども、これがね面白いんですよ近接も面白い、刀とバッサバッサとかね、チェーンソーとかもちろん面白いし、であとは PVP もあったりするんだけど、PVP の P も片っぽはあの対戦、あ、ゾンビになれるみたいな、ゾンビ側として出撃できるみたいな、そんなのがあったりして、対戦モードが修正されるのと、あと強化されるということみたいです。ちょっとこの辺は私全然詳しくないんで分かんないんですけれども、やれたらちょっとやってみたんだけどね、ゾンビがうまくできなくてよく分かんなかったんだけど、ぜひねやってみたいなと思ってるんだけど、あとは普通にねたくさんのバグ修正が入るということみたいです。だからバグなんかあんのかなみたいな話なんだけどね、まあでもモッドとかがあった場合はまだね、あの建物とかが完成してなかったら、そのただのピンクのカラーのあの四角いね変な画像があるとか、そういうことになってたりしてたけど、まあ、そういうのはバグっていうのか知らないけども、でも普通アップデート DLC とかで入ってるやつは そんなに本当バグなんてあんのかなみたいな勢いなんで、なんかね結構いいんじゃないかなと思うんだけれども、で私もねあのレフト4デッド2実は好きで持ってて、たまにやってるんだけど、またやったりしてて、で個人的な私の感想をね、最近やった感想じゃないけど、レフト4デッド2というゲームに対しての感想なんだけれども、非常にシンプルで爽快です。本当必要なとこだけあるみたいな感じ、何も考えなくてもとにかくゾンビキルしたいって時に、本当 L4D2 以外考えられないみたいな、そんな感じのゲーム、本当楽しいんだよ楽しいんだけど怖い、でもちょっと怖い、うん。ボットが優秀なんですよ。ボットがすごいの。ボットがね回復したりしてくれるので、アイテムがあれば拾うし、なんかねどうなってんだろうみたいな感じで、ボットがかなり優秀ですね。で鬼エイム結構な鬼エイム持ってますね。ただ難易度は FPS シューターってことで高めです。プレイヤースキルが結構要求されるかなみたいな、あのキャラクターにワールドウォーゼットみたいにレベルがないから、キャラクターレベルが高くすればかなりね、簡単になるとかそういうことはないんで、プレイヤースキルが重視されてるかなみたいな感じで、まあ、でもそんなにねめちゃくちゃ上手いとかそういう必要はないかなみたいな、すっごい反射神経がいいとかエイムがいいとかそういう必要はないかなって感じだけど、まあ、プレイヤースキルがね必要とされる難易度高めのゲームなんじゃないかなと思います。もちろん難易度はねあのイージーから4段階ぐらいあるのかな、4段階ぐらい選べるんで好きなのでやればいいと思うんですけども、でステージが基本暗いです。あの明かりがあんまりない、暗くて狭いところが連続してあります。狭い部屋というか狭いルームというか比較的狭めなところでどんどん進んでいくんで、どんどんゾンビがねいきなり現れるっていう感じの中戦っていくことになるかなって印象ですね。で暗いからバイオみたいなねちょっと雰囲気があって、まあ、その分ビジュアルとかがねむしろ気にならなくなるってことでいい効果を出してると思うんだけれども、ビジュアルをそんなにね良くないんだけど、明るくて全開で見たらそんななんだこのゾンビはみたいな感じになるかもしれないんだけど、でもそんなことはない、暗いからそんなに気にしなくていいみたいな感じですね。でマップの種類は多いんですけれども、キャラクターの種類は基本4人みたいな感じで、まあ、前作の4人と含めて8人みたいな感じなんだけど、それぞれのバックグラウンドストーリーとかは、まあ、自分で調べないとわからないみたいな感じで、なんかワールドウォーゼットとかと違ってその辺はなんかしっかりしてないかなとは思うんだけど、ちょっと寂しいかなって感じはするんだけど、あと武器の種類もねそんなにない、カスタマイズもほとんどないし、武器の種類もまあ十分あるんだけどちょっと少ないかなみたいな、なんかカスタマイズ要素ないのかなとかちょっと寂しいかなってところあるんだけど、そういうのも含めてねシンプルでやりやすいです。あの逆にね あんまり複雑じゃないって話、操作性もすごくシンプルでやりやすいです。あの初めてやっても多分ね分かると思うあれコロコロプチ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 やってればすぐ覚えられるみたいなそんな感じなんでね、非常にやりやすい楽しいゲームということでいいと思います。でこのゲームの本当の強みはモッドをいっぱい入れられるところなんですよね。
私モッドとか好きじゃないからあんま入れてないんだけれども、 PC 重くなっちゃったりするし、あれでやり方もあんまり詳しく、まあ、調べればわかるんだけど、やってないんだけど、あのバイオのキャラクタークリスとかでやるとかさ、そういうことができるんですよね。あれがねまたね、あの配信者の人たちの見てて面白いなと思うんだけれども、またね、またぜひこの大型アップデートで、あの頃の配信者の人たちがねわーって集まってやってくれるとすごい楽しいなと思って期待してるんですけどね、まあ、そんな感じのゲームとなっております。よかったらね、うちのチャンネルでもあの参加型じゃないけれども一緒に遊べる人とかね、ちょっと募集してたりするんで、よかったら考えてみてください。まあでも基本メンバーあの参加型みたいになっちゃうと思うんだけれども、人数が増えてきちゃうから、あとはお友達限定みたいな感じになっちゃうと思うんですけどね、まあ、よかったら検討してみてください。それではレフト4デッド2大型アップデートラストスタンド9月24日無料配信ということでね、皆様盛り上がってまいりましょう。ご視聴の方ありがとうございました。ラビットでした。皆様の良きゾンビシューターライフをお祈りしております。ほいじゃ、またね。